当麻町を見渡す限り、まあ、山に囲まれた、まあ、土地にあると、当麻町本当に災害がなく本当にいい町だと。でこの災害がないのはこの恵まれた、山々、自然があるからないんじゃないかという話です。この小さい一本の木から、これだけの多くの、山が出来上がってるんです。これからこの小さいお子さん方が、まあ、この木を植えて大きく育って、で当然このお子さん方もこう植えた木のように、大きく育って、行っていただければ、まあ、僕たちも、とても嬉しいのかなと思っております。このまんま植えるようになります。なるべくまっすぐこう平行になれば枝も邪魔しないで、そういう状態でこう置いていただいて埋めたいと思います。土をかぶせて踏み固めた時にこの元のある土、これがうっすら隠れるぐらいの状態で植えていただけたらと思います。やるここ、そっち上もあるよ。グッとしたら掘れるよ。ね、はい、じゃあ一人3回ずつやってごらん。いいでしょ、やめてなんかでっかい芋みたいなのにしてる。芋、はい、芋です。はい、よし、このもんね、はい、そしてこれ、シーレ、ね、すごい、押し取れるか、ね、やってるな、かけるよね。よし、したら土入れてもらうかな。上のやつ下にかぶせて。上から行った方がいい。マジ。お、上からこんどん。みんなでやれば。土戻す。余った人はストック持ってこよう。ね。お、みんな。で、よしよしよし、で、そうそう、周りをずっと、そうそう、よしよしよし。